どうも、リンクチャンネルの横山です。違う、違うんです。何？リンクチャンネルじゃありません。この度、岡本拓也、ワイワイリンク岡本拓也チャンネルを開設することになりました。なので、岡本くんがチャンネルを作るの？僕がチャンネルを作りました。お、いきなり、え？そうなんです。まあ、今まで、カドゲンが、編集だったり、企画を考えたりっていうのね。カドゲンは企画考えてない考えてないリンクチャンネルの方でしてたんですけど、僕もちょっと編集だったりちょっと YouTube をしてみたいなと思いまして、この度岡本がチャンネルを開設しました。その名も、解説しましたってですよ、はい、やることなすこと全てにおいて私の許可が必要なわけですよ。許可いただけますか？内容によるかな。チャンネル名、その名も、岡本 TV。岡本 TV。ちょっと可愛いです。岡本 TV。村田さんが岡本。あ、確かに。村田さんだけ、なぜか岡本君のことを岡本って呼ぶ。岡本って呼ぶ。岡本っちじゃないの。岡本っち。呼んでくれて、村田さんをすごいリスペクトというか。あ、TV 撮っちゃう。TV 撮って。そういうこと。岡持ち TV。 岡持ち TV。 はい、趣旨としてはいきますね。岡本による視聴者様のための横山をフル活用したチャンネルとなります。おい俺を使うのはいいよ。で、視聴者の方のためっていうのもいいよ。岡本による岡本が企画を考え、岡本が編集し、岡本が撮影しっていうことし、出るのも頑張るのも横山。おい、俺頑張らないといけない。すごいこと言うね。はい、なんで企画、編集、撮影は僕がするんですけど、内容としては横山さんが試合を出たり。お、俺強制的に試合出されるの？僕がもう出させます。おい、でもやっぱりね、視聴者様は横山コーチがね、やっぱりこう活躍してたり、頑張ってる姿っていうのをね、一番見たいんじゃないのかなっていう、それを僕がね、強制的に出させて、頑張らせて、皆さんにお届けできればなと思ってます。どうでしょう？ちょっと細かい話は、ちょっと二人でしようね。視聴者の方のね、はい、じゃあコメント欄とかで、いろんな要望をちょっと言えるものだけ全部言ってもらって、その中で岡本がピックアップして、それ企画考えなくていいんじゃないもん。あ、確かに。それは視聴者の方のためだね。確かに。岡本によるではなくなっちゃうから。岡本によるではなくなっちゃう。そこは自分でもちょっと考えつつ。そうですね。はい、もちろん僕も出ます。あ、そうだね。僕の試合出た動画だったり。岡本君もともと最近うちのリンクチャンネルにもあんまり出てくれてないじゃん。そうですね。もともと本来は岡本君ね、ちょっと YouTube はみたいな。あんまりちょっと有名になりすぎるのはみたいな感じのイメージじゃないですか。イメージ、僕は。僕はあんまり表に出るのが苦手で、こそこそ隅の方でしておきたいタイプなので、でもね、これによって、もしかこのチャンネルがグイーンいっちゃうと有名になっちゃう。大丈夫ですか？もう腹をくくりました。おお、いや、じゃあ付き合うわ。俺頑張るわ、それは。で、ちょっとやるからにはね、やっぱ目標はね、立てようと思って、目標が、あります。はいはい。今メインチャンネルであるリンクチャンネルの登録者数を超す。もうこれ一番の目標。
おまあ、今1万8400ぐらいねを越す。それできたらやばいね、はい、まあ目標、うん、はい、まあとりあえず1万8000多いなまあ目標はね高い方がいいってことでね、まあ1000人2000人じゃなくて1万8000人2万人目指して目標は、まあ、とりあえずやっていきたいなと思ってます、うん、じゃあね、はい、まあ、岡本の性格的にストイックなので多分更新頻度とかももうある程度何曜日何時に上げますってなれば多分絶対上げる男なんですよ。絶対上げます、うん、そこら辺は皆さんあのチャンネル登録してあの待ってもらえれば間違いないんじゃないかなと思うので、はい、あとは岡本が考える企画と、そうですね、視聴者の方の要望にどれだけ我々が答えられるかっていうところですかね。そうですね、まあ我々というか横山コーチも俺みたいなまあまあ、うん、はい、できる範囲でね頑張ります、はい、頑張ります、はい、はい、なのでよろしければチャンネル登録の方よろしくよろしくそれはやばいそれはやばいそれはやばいよ大丈夫このチャンネルよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた動画を上げる日までお楽しみに。さよなら。